いいのできましたね、なんてさ。じゃあ、その渋沢さんと山川さんの恋恋が最初からそのセッティングして座布団と花札持って、そうです、それで取りに、その現場で、そうです、恋恋のね、恋恋が流行っていた時なんですよ、で、僕も恋恋よくやりました、はい、だからその前にもやってるんですよ、ね、これはね、太陽の下で恋恋をやる、あ、最高だって、そうだな、そうだ、ニュースに行こうよって降りてってさ、もうって取って長くいるとね、寒いから、いや最高なものができました、まあ、これ以上いるとね、風邪ひくから、もう行きましょう、もうこれ、これ以上のものは写真撮れませんとか言ってね、あのね、写真撮られる立場になってみればね、こうでもない、ああでもない、もうでもない、それは僕だってやりますよ、でもね、やっぱりね、最後にできた時はね、傑作ができたって言うんですよ。